はい、皆さんこんにちは。二階堂あきでございます、そしてお久しぶりでございます、今回のスロットスタイル実践店は大分県大分市にあります丸光鶴崎店さんでの実践となります。もうすごい風が、もう飛ばされちゃう、飛ばされないけど早速ね、抽選番号の方ですね、朝一私が、52番目だったか54、5人くらい、いらっしゃいまして、なんと9番を引いて、9番だと私の狙い台が、バジリスクの絆なんですけれども、絆が14台あるので、まあ、迷わなければ取れることは間違いないと思っております。まあ、絆ちょうどいいんじゃないかなと思うんですけどね、投資金額と、まあなんかね、スロットのその台の調子とか見つつ、まあ、大体3万円くらいで抜けれるかなとは思うので、まあ、ルールに合わせて棋士選びっていうのもありますけれど、頑張っていきたいと思います。それでは実践の方に参ります。ありがとうございます。パチンコに行く人もいるんで余裕っぽいですね。あー、そうなんですね。けど角が取りやすいんで、角出てる昨日、やっぱ2日間へこみ狙いです。よいしょ、パッと見れるねデータが2日前までなんで、バジリスクの絆からスタートしたいと思います。それでは打っていきたいと思います。はい、まあ最初降格はなさそうですね。ちなみに今年初打ちですあ、絆がね、なんか去年はなんだかんだ絆をよく打ってたんですが、フリーズ3回くらい引いてけど6角出て5万負けてとか、なんかいろいろあった気がしますけど、今年はどうでしょうね。一昨年あたりはね、なんか割とこう気切れしてね、あんま打ってなかったんだよね。別に運試しではないですけど、今年はどうかなと。もいいんだよ。当たりそうじゃない？当たる。96回転。バジリスクチャンス確定。赤い色。ようやったですか？プラスチャンス目も引いてるからね中中中いや、やだー、やめてー、あーひどいわ。マジどうするって感じ
もう200回転くらい回して弱チェも1回も落ちない台で、139ゲーム目にしてやっと弱チェですよ。あ、当たった。114ゲームです。118回転目でした。青い色、見事です。プロボロにしますね。すごい、みんなが、周りのみんながバジルスクタイムって言ってるのに私だけ入んないんですけど、入るわけがないっていうね。満月、満月か。よし、次当たんなかったらやめよう。まあもともとね、3回くらい様子見てって感じだもんね。台に行くのに少しでも軍資金を多めに持っていきたいんで、さっさと当たれ。いや、あれですね、壇上屋敷に行ってからの巻物を引いていただきたかったですね。でね、当たったところでコインがなくなるっていうね。当たってくれました、青同色。見事ですじゃないっつうのだから。これで入んなかったら本当にやめちゃうからね。本当だよ。
さっき引いたね、連続演出中にチャンスで引いてましたけど、こっちで引いてくださいっていうね。ほら厳しいわ、三日月だしやめますかもうちょっと厳しいかな、やめてもいいよねあですかな。まあこの朝一台が一台だけ入ったのも何かの運命かもしれないし、朝一台打ちましょうか。そう、絆のバーか。はい、それでは2台目ハーデス打っていきたいと思います。ちなみに、ハーデスはね、もう今年初打ちは済ましてるんですけど惨敗でした一応こう、試し的な感じでね、一応年の初めの方には毎年打ってはいるんですけれども、今年はダメだったかな。凱旋はゴッと引けたけど、ハーデスは今のとこね、ちょっと負けてますね。さあ、いよいよ2人目お亡くなりになられました。最後の1人がね、今飛び立ちます。いいと思うんだけど、どうかな、ダメかな。激圧、いろいろ引いたからね、当たってるかもね。395回転にして、そっち本物の方、あれですか、紫の方ですか。赤がいいな。でもこれ紫だよね、ソロウとしたら。もうなんかいろいろね、ああもうなんかいろいろぐったりだわ当たってぐったり。もうないんかい。もうないんかい。どうせ犬なんだから犬中に引いてくれればいいのに。犬とかいたら怒られちゃうね。ケルベロスですか。ペルセポネでした。今年初めてのペルセポネ、頑張れ。あーもうやれる気がしないカットインの1回は入ろうよ。バカなんじゃないの。もうやっちゃっていいですか本当に。なんでここテンパんなかったの。ちょっとよくわかんないんですけど、目押しミスですかね。本当すいませんでした。今それじゃない、今それじゃないですよ。カットインの方ですよ。だからそれじゃないっつってThank you.
ありがとうございます。もう一回頑張れ頑張れ、あざーす。大バーンってなっちゃうよね。大体あのキーンってカットイン出てる間終わんないからね。あ、はい、今年初ペルセポネ200でした。平均くらいじゃないですか。お、なんかちょっと不意打ち気分な50でした。私がね一番好きな輸出が来たんですけど、一瞬で来て一瞬で帰ってくよね。チャンスじゃないよ。何かな、中段が良かったな。中段級なのだったらほら50くらいを乗せてくれそうだったじゃん。これはダメだよ。キロでした。本日初のヘルゾー、ちょっとお願いしますよ。本当に言わないとブーンって。最後テンパった。残念でござる。隠れてました。ゼロ、10、逆、アホなんじゃないの。アホなのは私の引きですよね。261ゲーム661枚と半分も返ってきてませんけど、この台の投資分も返ってきてないってことですね。ムカつく。お疲れ様でございます。実戦の方終了いたしました。なんとリタイアという感じですかね。5時間ちょっとね目いっぱい頑張りたかったんですけれども、投資金額が底をつきましてですね、いやお財布の中には入ってんだよ、入ってるんだけど、ちょっとルールなんでね残念ですけれどもね、ちょっとね今日の、機種選びですね、機種選びは多分間違ってなかった、間違ってたのは台選びですね。あと自分の引きかなと、ハーデスも確定役は引けたけどちょっと
あれがゴッドだったら今日ちょっといけたんじゃないかなっていう感じもしたんですけれどもね、なんかいろいろこう噛み合わなくて、時間を残して金額の面でギブアップみたいな感じになってしまいましたね。確かね、私前回出た時いけたんじゃないかなっていう記憶ともちょっとすごい曖昧なんで、こうあんまり余計なこと言えない方がいいんですけど、今回もいけるかなと思ったんですけれどもね、残念な結果になりました。いろいろ立ち回り面も不安ありましたけれどもね、もしまた、スロットスタイルさんをお呼びされることがありましたら、その時も頑張りますので、ぜひその時もよろしくお願いいたします。今回はこの辺りで失礼いたします。さよなら。